こんにちは。こんにちは。出会い場就活チャンネルの清水です。今日はですね、E.S. 添削に旧帝大の加藤さんにご挑戦いただいてます。加藤さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあこの E.S. をですね、まずいつもやってるようにですね、僕が見た感想からやらさせていただきます。はい。これね。はい。はあの一回まず読むんですけど、はい、何度も読まないと理解ができなかった。<あ>だから。 それはよくないってことなんで。はい、普通はね、イエスって一発であ、なるほどって分かるイエスじゃないといけないから、そういう意味では1回では内容が入ってこないって形態になってて、これはイエスとして僕はあまりよくないと思っていて、はい、ただ、これさっきお話聞いたら、通るものと通らないものがあったって言うんですけど、それは加藤君が旧定大だからなんで。だから、大学を見て、あ、これだったら会おうってことで合わし会ってくれるんだけど、じゃあこれ深掘りされた時って、 多分あるものの中では、ちょっとこれだとなーってなっちゃったってことがあるんだよね。だから難関企業だと僕はこのイエスって落とされちゃうと思うんだよね。で、なぜかっていうとですね、まず読みにくいってどういうことを覚えてるかって、これね、えっと、具体的なことの記載が加藤君が言うほど書かれてないんだよね。例えばね、この本部の中の試合時間の管理や時間配分の必要性、審判や活動前後の片付け準備、運営側に必要な役割って書いてあるけど、例えば運営側に必要な役割って、具体的な記載じゃないじゃん。 これ、具体的に何なの、はい、とか、こう、抽象的なことが並びすぎてるから、ああこれ何やったか、実際に読んでる具が全く理解できない内容になってんだよね、うん、そうすると、こう、抽象的な内容を書いてあるやつって、実際にこの状態で面接の時も結構、俺、聞かれたと思うんで、これ、具体的に何やったのって、だいぶ聞かれなかったはい、聞かれました。聞かれたよね。はい、ってことは、 書いいててななこここととが大問題ってことなんでね、うん、これねれそれとこの試合数を増やすってこともさ具体的にどうするのかってことこれどういうことかって言うとねこれ、うん、そもそもどのくらい試合をやっててそれをどのくらい増やそうとしたのかとかこ何にも書いてないんだよこれ、はい、そうだよねそうすると、はい、ここに書いてある内容って すごくそのぼ,ぼやけて書かれてるから何がすごいことで、はい、何が大変なことっていうのは実はこの文章から実は読み取れないんでそうすると結果としてこの中で加藤君はこれでどんな強みがあるって言いたいのかが理解しづらいって問題が起きてるから多分人気企業だったらこの内容を見たらうん、まあ、大学は加味するけどちょっとなって落とされちゃうケースが出た、はい、で、まあ、大学を見て通そうって思ったとこはそこのところに集中的に質問がかけられたはずなんで、はい、かけられたよね、はい そうすると、このイエスって面接を意図したときにこのイエスだと結構結構厳しかったでしょそうですね。れは、はい、この書き方だと面接を浴びされられたらこれ対応できないと思うんでね。じゃあ、どういうふうに改善するべきか。はい、ただ、僕、具体的に書いてないから、俺はわからないことがあるんで、質問しながらじゃないと直せない一旦いったん形を作ってみて、はい、まずね。はい。こう 構成としてはですね、結論を一番最初に書くっていうのが僕はこれ、あの皆さんにお勧めしてて、最近みんなイエス書くのって私たちの役割はこうです。で、最後に成果を書くんだけど、これは分かりにくいんだな。なぜかっていうと、僕らビジネスマンは一発で全部読むから、はい、そうすると、僕だったらこう書く。あなたの内容に従えばね。球技サークルの運営責任者として、 試合機会を増加させて3か月で従来の1.5倍に増加させたこれが結論なんだよ、はい、だって最初に書いてあるやつだこれ副サークル帳っていうのを俺わざと削ったんだけどこれ副サークル帳って何か意味があるのこれいやそこまで意味がないんですけれどもまあなんか自分は実際やってたのでそこ具体的に書いた方がいいかなっていうふうに思いましたその役割ってさ、はい、やったことに意味があるときには役割書いた方がいいよね、はい サークル長だからこの仕事をしなければいけない、はい、例えば副サークル長っていうのが公にね副サークル長っていうものがこういうことをするもんだってみんなが認識あるんだったらその役割を書く意味があると、はい、普通に書いた時に副サークル長ってどんなことやる人なのか分かんないからこれ書かれたからといってすげえと思えねんだよね 役割をするのが副サークル庁ってことが誰が見ても周知の事実だったときにはあそういう役職ねって意味があるけどこれ書いた意味があんまりないから僕は運営責任者って入れただって運営の責任者だったらこの仕事をしなきゃいけないでしょと。だかからそれはは何て書くかは別なんですけど、まあ そうじゃないと意味が通じないってことを言ってるのね。はい、だから、球技サークルの運営さ責任者として、試合ケアを増加させて、3角月で10の1とか倍を増加させましたってことを主文で結論をちゃんと言うあ。こういうことをこれから言おうとしてるんだな。だよねで次に行われることは、これだと、わ、まあ、からないことがいっぱいあって、何かっていうと、球技サークルって何かって説明しないといけないんだよね。でこれ説明してたけど、バスケットやバレーボールなど、いろいろな種類の球技をやるんでしょこれ。はい、球技を 球技を試合を通して楽しむサークルです。あまあ、あ、こういうサークルですねっていうことを言って、ここに書いてある和気あいあいとしたなんとかって、このくだりって実は俺あんまり意味がない文章だと思ってて、これあんまり関係ないよね。だからまず、あ球技サークルってどういうことをするのかってことをまず理解した。はい、これを理解したら次に、まあ、あなたの仕事は何かって説明してくれないといけないんだよ。だってこれ、運営の責任者とか運営の仕事って何だかって一切書いてないじゃん。そうすると俺ら 分かんないじゃない。例えばこの球技サークルっていうものでいろんなス,スポーツの運営をする人が何が大変なのかっていう前提を置いてくれないと分からないってことだ。だって俺らは球技サークルじゃないからさ。そうするとこの仕事はっていうことを書かなきゃいけない。それによって相手側がこの仕事はこういうことが大変なんだっていう理解を一定の中で理解させる必要があるんだよ。で、分かんないから僕は勝手にね、運営の仕事は。 まずは対戦相手を探し、次に試合会場の確保、そして審判の手配や備品の準備をし、全体のスケジュールの広報の順で実施します分かんないけど、こう書いたんですけど、大、まあ、体はそうですね。はい、ここからがだよね。ここからじゃあ、あなたが何が大変なのかと言わなきゃいけないんですけど、うん、と目標と課題っていうふうに僕は処理するんですけど、あなたが置いた目標は何で、で何の課題があったかっていうことで、分かんないから書いたんです。うん、試合数を従来より増やすために何が大変なのかと。 情報共有と効率的に業務の実施が最も重要ですと、俺は勝手に書いたんですけど、うんでまあ、これが重要としてですね、その次に目標と課題を設定すると次何やらなきゃいけないかというと、あなたがやったことをさ、これ3つで大体書くっていうのがセオリーなんだけどね、うん、これをやって、僕はこう書いてました、効率的に実施するために、これ分かんないけど、対戦相手担当、会場確保など担当に分け、責任感を持ってやれる仕組みにして、毎日進捗確認をして、 進捗がうまくいってない場合はアドバイスを積極的に行い、さらにうまくいってない場合はお互いに手伝った。わかんないからこういうふうに書いたんですけど、うん、具体的にこうあなたがこうやったことって何なのかっていうことを、うん、例えばこの3つの矢方式で書いたら、うん、まずこれをやった、次にこれをやった、さらにこれをやったっていうふうに言ったら何ていうふうに。1つ目に、まあ、自分で何をやればいいかを覚えて、 それを自分でやるべきことは何かっていうのを学んで,学んで理解してその次は理解しましたとその次は理解して、うん、その理解したやつを元に他のやっていない3人に促してやろう一緒にやろうっていうふうに具体的にどんなことをやるのかも含めて話しました具体的にこの仕事をやってほしいと言ってやややこあなたはこれをやってくださいあなたはこれをやってくださいあなたはこれをやってくださいってやらしました、はいはい、2> 第2ステップ で第3ステップは,第ステップはそこでもうやる気になってやればいいんですけれどももしや,、まあ、やらないとかあんまり非協力的な人がいたらそこにまたアプローチをかけてもっとてうの粘り強く何回も一緒にやっていこうよっていうのを続けました。 でやるようになった、はい、これだからそれってそのな何が効果があったこ例えばいややりましょうよ最初にこれあなたこの仕事だからこうやってねって言ってもやってくれない人をどうやってやってもらう気にさせたのかっていうことが重要で<う>具体的にこうなんか自分が伝え方に一番え例,えそう例えばあんまりやる気のない子だったらすごい命令口調で言っても絶対やってくれないので、うん、なんかもしなんかよかったこれちょっとやらないとか、まあ、なんか せっかくまあ運営やるんだから、これ一緒にやろうよとか、なんか一緒に働きかけるみたいな、ちょっとうまく言えないんですけど、なんか。それって、その子たちが最後やる気、じゃあやろうって気になったのはなぜなんか何回も僕が言うので、すごいなんか、なんていうの、あじゃあもうそれならやるかみたいな、たぶん感じですね。うん。最初は、でもなんでその人たちは最初はやらなかったただ単に、なんかめんどくさい、あんまり、 ああ俺ら自分で運営やらなきゃいけないなっていうふうな気持ちがなかったり、あと単に何をすればいいかあんまり分かっていなかった。えー、ってことはあれですか こうやってくれたでもね、やってくれない人がいました、やってくれない人がいたんで、この人をやるためには、業務の内容の理解と、要するに本人がやら,やらなきゃいけないモチベーションの2つの問題がありました。そういうに処理しなきゃいけないんだよ。だから、実際にこの運営の係だったんだけど、そのみんながやる気になってないのは、要するに業務の内容がわからない、正しく認識してない、どうやっていいか、やっていいかわからないってことと、やらねばならないモチベーションがないってことによって起きてました。 もし分けるんなら、じゃあこの仕事の内容を理解するためには、私は自分で仕事どんなことがあるか理解して、この時にこれをすべきだっていうふうに分解して、こういうふうにすべきだっていうことで、相手に伝えたら、ああ、なるほど、こうやってればいいんだって理解させました。モチベーションの問題は、例えばこういう手をこう打ったことによってモチベーションがありました。粘り強く何度か話しただけじゃダメなんだよな。うん、粘り強く話したらやってくれたっていうだけ。 なのか何かそこの中でああなるほどそれならやってや,やろうかって気になった何かのなんかポイントがないといけないなんかない、ね、普通ってさ、まあ、やってないいやいややり始めるさらに楽しくやれるようになって前向きにやるようになったって3ステップあるよね、はい、そのおのおののとこであなたがやったことは何かって言わないといけない だから、面接的のにそのことで突っ込まれて、多分俺終わってんだと思うんだけど、そうだよね。だって、やる気がなかったんですよ。あそれでどうしたのって、で、これ僕あの何度も何度も言ったんですよ。それでどうなったのやるみんなやりました。これ何にもしてないってことなんだよ。かるだから、そこが勝負だ。一番最初は、みんながその意識がなかったから、私がまず自分で業務を覚えて、こうやってやるって、業務の内容を教えた。しかし、積極的にやらないから、 一緒にやろうよってやって一緒にやろうって言ってまあいい,しいやいやながら始まったこの次にじゃあ自らやれるようにするためにあなたが何かの手を打って自らやるようになったさらには自分たちでもっともっとやろうよっていう形で 本人たちが会えるようになった。これで1.5倍ができるようになった。そうすると、あなたがこのやる気のない人を動かすためにこの手を打ったからできたんだ。私は、ね、やる気のない人たちに対して、ね、こ,うこうこうすることによってみんなを積極的にできます。あなるほどね。ってこれで初めてストーリーが完成され僕はちょっとわからないから、ここは僕は勝手に書いたんだけど、例えばね、その結果お互いが自分の業務の責任感が真下の人の仕事にも興味を受けて、関係ができればわかんない俺は。俺のストーリーだとこういうふうになって できたそして最後この活動を通して責任を感じるやり方と進捗状況をお互いの業務に関心を持たせると協力関係ができることを学んだみたいになって自分の強みを見せられて俺はこういう文章に書いちゃったんだけどでもこれはあなたの言ってやったことの本当ではないから、はい、シナリオはこうやって作っ,なってないといけないってこと、はいはい、そうすると今あなたが借りてないのは自分がまずその仕事を自分でやってまずこうやって って業務を教えたそして本人がいやいややったのをまず一緒にやろうでやったそこで終わっちゃったらダメなんだよねはいその次にまず自分で独立してできるようになるためにあなたが打った手は何、はい、そしてさらにもっと自分の中で意欲を持ってやらすためにこんな仕掛けをやっただからみんなが意欲を持ってみんながお互いのことを気にしれるようになりましたおお素晴らしいねそうすると具体的に君がやったことが何って質問で展開されるっていうこと分かるなんだ っていう感じになってないと面接では、まあ、太刀打ちできなくなったきっと。だから、加藤君の強みは何なのってところに、根幹に戻されちゃう。大丈夫。はい。はい。じゃ。 加藤さんですねそういうところに注意していただいて、もう一回自分がどういうところで、これ、あの見てる人にも言いますけど、ES だけを通過することにあまり意味がなくて、だって ES 通過したら合格なんじゃないんだから、ES 通過したら次に面接をどう突破するかってことも意図して ES を書くってことに意味があって、そうすると今指摘した点をどうやってクリアしていくかってことをしないと、やっぱり同じことが起こるから、そこを意識して ES を書けると ES も良くなる。ES の通過率も上がって面接も通過する。これがいい ES の書き方なんで、ぜひそこを意識していただければと思います。今日はですね、 旧邸大の加藤さんにご挑戦いただきましたありがとうございましたありがとうございました見ていただいていいねって思ったらぜひ高評価そしてコメントそしてチャンネル登録もよろしくお願いします